人が生きるために必要なものは決まっている。体を養う食べ物と疲れた体を休めるベッドだが、客たちはここに心を潤す芸術を求めてやってくる。劇場惑星エンポリウム、それは神秘、それともまやかしの星なのか。客室は全て異常なし。了解。食堂車も異常ありません。セレブばっかりよ。幽霊ね。ひとまず任務終了ね。次の乗務は明後日か。そう、私たちもその間はフリーよ。じゃーん、ファンタスマゴリアのプラチナチケット。え？呆れた。何も知らないで乗っていたの？彼らが行くのはこれなのよ。ゲルハルト・フォン・ユーリヒのコンサート。銀河一の指揮者よ。ゲルハルト、なんだって？本当に何も知らないのね。私、知ってます。え？ゲルハルト・フォン・ユーリヒ。高い芸術性と完璧な演奏で、若手ナンバーワンと言われる指揮者です。キャンセル魔としても知られていて、特にファンタスマゴリアというオペラは、幻のオペラと呼ばれています。まあ、ユキが音楽に興味があるなんて知らなかったわ。いえ、知識として知っているだけです。とにかく行くわよ。私たちも目いっぱい楽しまなきゃ。ユキくん、スーツとか持ってるんでしょうね。幸せ。チケットを手配してくれたバルジ隊長に感謝しなきゃね、ユキくん。俺は別に。なんですって？いや、たまには変わった休みもいいなぁ、なんて。僕年次、野暮天。ルイ、ゲネプロってなんだい？リハーサルのことよ。なんだ。ユーリヒの素顔が見られるチャンスなんてめったにないのよ。このチケットの価値はそこにあるの。へえ。ルイさん、あれ？え？ユーリヒ、歌姫が急病なんだ。なんてことだ。仕方がない。アデーレを使おう。アデーレを？アデーレは死んだんだ。いるのはただのオートマータ、機械人形に過ぎない。無理だ。公演は中止にする。またキャンセルか。ダメだ。どんなことをしても幕を開けるんだ。アデーレを使え。あの部屋はあのままにしてやる。起動させればいいだけだ。ユーリヒ。おい、どうしたんだ。何かあったようだ。大丈夫です。しばらく休憩しますので、お客様は専用ラウンジでお待ちください。係の者がご案内します。一体何が起きたんだ。ファンタスマゴリアの悲劇よ。主役に何かあったらしいわ。アデール、君は死んでまでまだこの僕を苦しめるのか。墓の下で眠っているように。あ、失礼。お久しぶりです。ルイ・フォート・ドレイクよ。パーティーで何度か。ああ、すまない、行かなくては。ユーリヒ。お客様は？ユーリヒとは顔見知りなの。ユーリヒは何か言ってなかったかい？いいえ。しまった。どうしたんですか？バイオチップが抜かれている。ユーリヒが持っていったんだ。バイオチップ？彼女は？
アデーレだよ。彼女を起動するキーがバイオチップなんだ。もう間に合わない。今夜の公演は中止だ。お客様、申し訳ありません。またユーリヒの悪い癖が出たようです。チケットの払い戻しは受付で受けたまります。あの、差し出がましいようですが、バイオチップとおっしゃいましたね。その女性はセクサロイドなのですか？オートマータです。特注パーソナルのね。ええ、彼が作らせたのです。私はユキ、医療用のセクサロイドです。彼女を見させてもらえませんか？起動方法がわかるかもしれません。お願いします。アデーレが生き返ればユーリヒの気持ちも変わるかもしれません。私は彼を探してきます。やっぱりこのオペラは呪われているんだわ。ケネプロでまた主役がいなくなるなんて。8年前よ、ケネプロでアデーレが事故に遭って。君のせいじゃない。恐ろしいんだ、あの忌まわしい夜が蘇るのが。素晴らしい、完璧だ。君と一緒に今夜の舞台を作り上げるのが待ち遠しいよ。さあ、次はバルコニーのシーンだ。あの時僕は何もできなかった。一度も目を覚ますことなく君は行ってしまった。違う、何度歌っても同じだ。君の歌には魂がない。なぜですか？私はすべてを記憶しています。レパートリーもすべて再現できます。違う。君はオートマータ。ただの機械人形だ。人間のふりをするな。なぜ、ユーリヒ、私にはわかりません。アデーレ。どう、うまくいきそう？プログラムが不安定です。強制的に覚醒させるとデータが破壊される恐れがあります。何か手はないのか？私はハード関係はよくわからないわ。こういうの詳しいのはキリアン。キリアンさん、外部より直接通信です。はい、こちらキリアン。ユウキさん、エンポリウム？なんでユキさんが？あ、デートですか？違うってば、任務よ、任務。ルイスさん、喧嘩でもしたんですか？あのね、だからバイオチップが彼女の起動キーになっていて、もうユキに変わるわ。はい。オートマータといっても中身はセクサロイド、しかも正規のプログラムじゃないな。はいはい、わかりました。ありがとうございます。わかったの？はい、いいえ、わかりません。もうどっちなのよ。かなり危険だということがわかりました。私を経由して覚醒させることはできるだろうけど、プログラム自体が不安定なので負荷で破壊されるかもしれないと。ユキ、あなたは大丈夫なの？はい。じゃあ私、ユーリヒを探してくる。ユキくん、一緒に来て。でも私なら大丈夫です。むしろユーリヒさんの精神状態が心配です。ユキさん、彼を保護してください。情緒不安定になっています。了解、何かあったら連絡してくれよ。
日。あ、何か用かね。すいません、あの、僕たちユーリヒさんを。ユーリヒならいないよ。帰ってくるまで僕らとしてはお手上げだね。いつもこうなんですか。ナーバスでね、少しの障害も許せないんだ。どうしても伝えたいことがあるの。どこにいるか見当がつくといいんだけど。劇場の外には出ていないはずだ。いつもそうだから。どこかで悩んでるのさ。劇場の中にいるのね。ありがとう、探してみます。お、タクト古気にならなければあっても無駄だよ。アデーレ、聞こえる？私はユキ、あなたと同じセクサロイドよ。今は意識レベルゼロの状態ね。眠ったままでもいいわ。私と意識を共有してほしいの。安心して、私は医療用のセクサロイド。あなたの秘密は誰にも漏らさない。プライバシーは守ります。さあ、心を開いて。どうして私の何がいけなかったの？ユーリヒ、どこにいるの？なぜみんないなくなってしまったの？私歌いたいのに。明かりをつけて、ユーリヒ戻ってきて。アデーレ、アデーレ、聞こえる？誰？私はユキ、あなたと同じセクサロイドよ。ユキ、誰も見えないわ。あなたの意識レベルはゼロ。深い睡眠状態と一緒なの。目を覚まして、アデーレ。私、眠っているの？そう、ずっと眠り続けているの。でも覚醒すると、あなたの意識を形作ってるプログラムは不安定になるかもしれない。それでもいいわ、私歌いたい、目覚めたいの。覚醒するにはキーを思い出さなければならないわ。キーはどんな形？キーは思い出せない。待って、蝶の形だったわ。その蝶はどんな色？蝶は何をするの？色は白。手のひらから飛び立って。見失わないで、ついていくの。通路、いえ、迷路だわ。もうすぐよ、頑張って。アデール、できない、僕には無理だ。ユーリヒ、ユーリヒ、私はここよ。ユーリヒ、帰ってきて、一緒にゲネプロの続きをやりましょう。アデール、戻らなくては。あの歌声は。アデール。アデールが戻ってきた。失礼します。アデールはどこだ？ユーリヒ。夢を見た。いや、幻かもしれない。アデールが僕を呼んでいた。バイオチップはないのに。明かりをつけろ。役者を呼び戻せ。幕を開けるぞ。やっと帰ってきたのね、ユーリ。アデーレ、どうして？戻ってきたの、歌うために。あなたと一緒に舞台を作り上げるために。愛しているわ、ユーリヒ。おかえり、アデール。Oh,
信じられない。奇跡では雪のところに行かなきゃ。アデール！アデール！素晴らしかったよ。アデール！アデール！アデール！あの。大丈夫か？よかった。君が死んでしまったんじゃないかと。申し訳ありません。あなたは、どなた？私は何をしていたのですか？申し訳ありませんが、教えてください。まさか。どうして？何が起こったんだ？多分、不安定なプログラムが崩壊して、記憶やのデータが失われてしまったのではないかと思われます。すいません。私は何かとてもひどいことをしてしまったのですか？いや、違う。君の名はアデール。素晴らしい芸術家だ。今君は、その歌声で何百人という客に、忘れられない感動を与えたんだよ。僕は君の全てを知っている。必ず君を元通りにしてあげるよ。どんなに長い時間がかかろうとも。私の名はアデール。私は間違っていたのでしょうか？いいえ。あなたは私に歌を取り戻してくれました。そしてユーリヒを連れ戻してくれました。ありがとう、ユキ。ユキ。ねえ、ユキ君、芸術って何だと思う？本当にアデーレは蘇ったのかしら？俺にはよくわからない。でも、彼女の歌には思いがこもっていたと思うよ。ユキ、あなたは？私にもわかりません。でも、舞台に立つ彼女は輝いていました。はい、こちらユキ。どうでした、デートは？うまくいきました？いや、その、今は。なあに、誰から？ちょっと貸しなさいよ。ユイさん、ヤッホー、僕です。あ、なんで切っちゃうのよ。貸しなさいよ。リダイヤルして確かめなくちゃ。ダメだってば、返してくれよ。誰からかしら。芸術は魂に翼を与える。かつてゲルハルト・フォン・ユーリヒはそう語った。劇場惑星エンポリオン、そこに昔アデーレという歌姫がいた。8年の歳月を経て、たった一夜だけ彼女は舞台に立った。ファンタスマゴリア、幻想という名のオペラに。その一夜は今も奇跡の夜として語り継がれている。See you.